はい、こんにちは、村たらしです。本日ですね、こちらに一本も見えとるんですけど、今回はですね、こちらのスポンジボードでサーフィンしていきたいと思います。こちらのスポンジボードを軽く説明すると、ドラッグサーフボードという、スポンジボードなんですけど、こちらのドラッグという、モデルブランドは結構あまり聞いたことがない方が多いかなと思います。もう見るからに超かっこよくて、もう素晴らしいボードなんですけど、こちらのサーフボードは、どういう方が作ったかというと、その試合に出まくったりコンビネーターとかではなく、カリスマ的存在サーファーの、フリーサーファーの、メンバーたちがこういうようなドラッグというサーフボードを作って、スポンジボードを作りました。でこちらですね、紫スポーツとかにも、もちろん売っているんですけど、こちらのですね、21年式の、スポンジボードドラッグという、裏側で見たらこんな感じなんですけど、ドラッグというですね、スポンジボードを今回ですね、ゲットしたので、こちらのレビュー動画ということでやっていきたいと思います。こちらのボードの紹介をちょっとしたいと思います。こちらのサーフボードはですね、サイズの方が、8です。で、こちらまだ新品でまだ解凍してなくて、実はですね、こちらを購入した時に、見てくださいよ、これ全部セットで付くんですよ。これこちらに、フィンも付きますし、フィンキーも、付きます。でこれが何かちょっといまいち分かってないので、後で開けたら説明したいんですけど、こんな感じでですね、ウェットさえあればこちらの板を買えばフィンも付いてくるということで、ゲットできます。でこちらの気になるお値段の方なんですけど、68,200円ということで、約7万円の値段なんですけど、ロングボードを買おうと思うと、約20万円ぐらいする、多分もっとするかも、もっと2倍ぐらいするんですけど、こちらのスポンジボードは、約7万円ということで、ドラッグサーフボードさんから出ている値段です。というわけで本日はですね、こちらの板めちゃくちゃかっこいいわ、持ち運びやすいわで、サイズが8なので、車に奥の車でもギリ入るのかなと思うので、こちらのサーフボードで早速ですね、海に行ってサーフィンしていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。スポンジボードってね、結構プロサーファーの方たちでも遊びのオフの日とか波ない日とかに結構乗ったりするし、でも初心者の方にとってはすごい浮力があってボリュームがあるので、普通にパドル練習やったりテイクオフの練習もできると思います。なので本当にサーフィン始めた方から、トッププロまで、サーフィンできるようなスポンジボードなので、めちゃくちゃ面白い一本やなと思います。それではですね、早速向かっていきたいと思います。はい、今海に向かっているんですけど、ちょっとこれギリっすねラングラーでギリ、でもさ、これロングじゃないからいけとるよ。いけれますよ、音に質問ないけど、音はスポンジボードやったことある？最初やったよ。でも昔こんないいやつはなかったけど、なんかね、昔はおしゃれじゃないから恥ずかしくてさ、スポンジが、そう、今はおしゃれじゃん。俺これ乗りたいと思うもん。いやだってさ、あれやん、これ作った人一番の、日本世界一のスタイルサーファーたちが作ったブランドやから、そんな人たちが、作ったボードやん。だから今はおしゃれじゃん。ただ昔は流行やん。昔はスクールの時にしか乗らんかったの。で時代が違う。で今は乗りたい、かっこいいじゃん。いや超イケとるやな。これは特にドラッグはさ、なんか服もあるでしょ。あるある。こういうスポンジボールの時って結構あれじゃない、レベル関係なく友達とかで集まってキャンプとかバーベキューとかした時に、海にちょろっと行く時に、そう、これだったらグランピングでさ、立てかけて女の子だってできるじゃん。確かに、怪我もしんし、若い方たちは彼女に教えることもできる。これでちょっと生きて教えだったりして。そうで、俺昔はこういうスタイルのはない、本当の初心者用のスクールで使うやつ、危なくないやつ。いや全然違う。だここ3年ぐらいじゃない、こうやって変わったの。チャンネル登録よろしく。はい、今からこちらのスポンジボード開封していきます。ここにですね、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、これ見て、これがセットになっとんさな。ちょっと正直これが何か、多分リーシュ、これもしかしてリーシュ、やば、こんなもんついておる。で、ここから今開封していきます。でもフィンとリーシュ付きで6万8000円やったら、でもいい方やなと思います。いろんな種類があると思うんですけど、
あの他のスポンジ8万とかするけど。はい、付属品2つ目、リーシューです。まさかのリーシューがついとった。はい、付属品2つ目、フィンです。いや、すごいびっくりしました。フィンとリーシューが入っとるから結構なんていうハッピーセットですね、これ。まさかのハッピーセットで、フィンっていうのももちろんついとるから、もう普通にサーフィンができます。ちょっと今からですね、回収していくので、ちょっと、セットしていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。はい、全てのフィンが、あるんですけど、まさかのこれ全部センターフィンでした。あの本当はサイドフィン、サイドフィン、センターフィンっていうのがあるんですけど、多分ですね、こちらスポンジボードって結構まっすぐシューって滑ることが多いと思うので、あのこういうようなセンターフィンを全部つけることによって、多分まっすぐ行くスピードがすごい速くなるんじゃないかなっていう、ポジティブ思考でいきたいと思います。いや多分ね、右初心者の人右と左と分からんから、何つけてもいいよんじゃん。あ、そういうことか。多分いや分かんないじゃん、うん、たまに自分も知っとるよ、あのフィン位置間違えるんで、プロでも間違えるんだから。自分も普段のボード全部センターフィンしないんだよまあ本当に説明書とかはないんですけど、多分一般サーファーの方だったりサーフィンを初めてする方にもすごいいいボードだなと思います。今回はですね、宣伝とかゼロなので、本当に本音の感想を言っていきたいと思います。もう本当にですね、初心者の方が乗ったらどうなのかとか、一般サーファーの普通にターンできる方が乗ったらどうなのかっていうのをですね、感想で言っていきたいと思います。はい、フィン装着完了ということで、ライディング今からするんですけど、まあ立ってはこんな感じで、まあ見た目はですねこんな感じで、超かっこよくない？かっこいい。多分スポンジ史上一番かっこいいと思うし、まあ作っている方も全員かっこいいんですよ。なので今から早速サーフィンしていきたいと思います。はい、それでは行っていきたいと思います。で、後でですねちょっと感想とか言っていきたいと思います。行きます。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでですね、ちょっと乗ってきたんですけど、もうなんていうんやろ、浮力がかなりありますね。なのでもう秒で立てるっていうのが結構良かったかなっていうポイントですね。で、あとちょっとですね、苦戦したところがあって1個、自分はサーフィンで何度か言ったことあるんですけど、ステップバックをしない男なんですよ。だけど最近ちょっと練習しとったんやけど、でもちょっと忘れがちになっていたっていうのが問題になって、ステップバックをしてないままターンしたり横に走ったりしようとするから、このなんていうやろ、もし自分の後ろ足がここと前足がここでこう横にするから、なんていうやろな、このレールが噛んで倒れたりしてしまいました。
なのでちょっとですね、あのこのボード、スポンジボードやったりでかいボードを乗る時のちょっとコツを話したいと思います。そのコツっていうのは、まあ、立った瞬間っていうのは、まあ、どこでもいいなと思うんですけど、あのターンやったりリップカービングとかちょっとですねスポンジボードでやってみたいなっていう方は、あの想像以上に後ろ足をちょっと後ろにした方が、まあ、ターンやったりできるんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、あの本当に浮力があったりボリュームがあったりするので、マジで秒で、立てる。昨日の動画でも浮力のあるボードをやらせてもらったんですけど、まあ、そんなのとはもう話にならんぐらい、すごい浮力やったり、あるので、もう秒で立てましたね。そう、マジでこれの、本当にサーフィン上達への近道でも、もちろんあるんですけど、テイクオフのやり方やったり、まあ、そんなより楽しめるっていうのがめちゃくちゃ僕的に良かったかなと思います。この波だからこそこのスポンジボードをやったんですけど、今日の波でですねショートボードっていうのはできない、だから普通はノーサーフになってしまうんですけど、まあ、こういうような板があったり友達と一緒にやったらすごいいい時間になると思うし、めちゃくちゃ楽しいんじゃないかなと思います。かっこいいし、あとはさっき最初にも話したけどフィン、リーシュ、ついとるし、結構正直ですね6万8000円やけどコスパいいんじゃないかなと思います。どう思う？いや絶対かっこいいよ。本当にロングジョン着てかっこいい時計はめて陸歩いてかっこいいと思う。コスパ的にどう思う？いや、いいんじゃない？いいよな。そのまたロングとはまた素材も違うし、やっぱり全然違うんですけど、なんやろな、やっぱりフィン、リーシュものことも考えたり、まあ、かっこいいスタイルのことも考えたり、まあ、サイズ的にも考えたり、そうすることによってもうコスパの方はいいんじゃないかなと思いました。はい、というわけで本日はですねこんな感じでスポンジボードに、乗っていきました。またですねプロサーファーの友達やったり一緒にやったらもっと面白いんじゃないかなと思います。というわけで本日はですねドラッグサーフボードの、まあ、レビューというかこちらは全然本当に宣伝とかではないので実際にですね僕がゲットして、乗ってみたというわけで、本日は終わっていきたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。はい、ちょっとでもですね多かったと思ったら、チャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。